ですが隊長さん、この白い黒子、本日から明治館のお手伝いをさせていただきますの。無論ジャッジメントの仕事に穴を開けるつもりはありませんの。ただ私は。隊長さん、戻ったわよ。はい、これ頼まれてた買い出しの食材。おお、クロコも来てたんだ。ごきげんよう、お姉さま。今日も隊長さんのお手伝いですの。ええ、そうよ、ちょうど今終わったところ。ねえ隊長さん、私銀座を見に行きたいんだけど、いいかしら？わかってるって。じゃ行ってくるわね。をしたい理由は、以前お世話になった時の恩返しというのもありますが、一番の理由はお姉さまがここ明治館に入り浸っているからですの。存じておりますわ。お姉さまはこちらの世界の文化に触れ、見識を広めようとしておられますの。いいえ、結びつきますの。私もこちらのお手伝いをすれば、お姉さまの露払いをできますでしょ。虫が近づかぬよう、私が一分の隙もなくお姉様をお守りいたしますの。何やら他人事のように思われているようですが、梅雨払いの対象には隊長さんも含まれておりますのよ。確かに隊長さんは信頼のおける無害さをお持ちでいらっしゃると考えておりますが、お姉さまのあふれんばかりの魅力を前に、いつ理性が崩壊するか分かりませんもの。はジャッジメントの仕事の合間を縫いつつ、こちらに伺わせていただきますわ。ありがとうございます、隊長さん。ただくれぐれもお姉さまに手を出さないようお気をつけくださいませ。もし出そうものなら、お分かりですわね。